来た。じゃあ見るかみんなで。プレミア公開じゃないんだね。見ますか。音量注意ね。よし。音量大丈夫かな。あ、ヤドラン。何が内定してて何が内定してないのか分かんないんだけど。あ、あの像がいた。何なの、カニ。あとなんか、あれだな。うお、カニ。スターダストストリート。なんか、二段ギルじゃなくてなんだっけ。あれみたいなやつがいた。あれ。スターダン。なんか全然さ、最近悪党じゃないよね、敵が。ほー、暴走族みたいな感じか。あ、かわいい。バゼロや。炎組、なんか、マジでただのヤンキーみたいだな。かわいい。もう人好きかも。何このカニ。何回も映るのに一向に名前が出てこん。あー、かっこいい。ペーパー絶対人気になるでしょ。主ポケモン、また主ポケモンいんの。誰これ、これ好きかも。なんかキモいな、ちょっと毛が。バチュルみたい、シルエットは。ガニー、崖ガニ、結構そのままだ。でかすぎんだろ。おう、好きな順番で言っていいんでしょ、ジムリーダー。うわ、なんかキャラデザポケモンっぽくね。あ、でもこの絵で見るとっぽいな。ネモ、これは前から公開されてたよな。ひまわりを集めよう。あ、なんかあれっぽい、サンムーンっぽいな。島巡りっぽいな。あれ、ひまわり内定してたっけ。うわー、この人結構人気出そう。ネズさん。で、ちょっと年いきすぎかな。よいしょ。なんかめっちゃ二次創作されそう。うわ、ウソッキーの質感すごいな。お。何タイプだ。あー、草タイプにすんのか。それは熱いかも。行きたいところに行って、家に、家に帰ろうかな、じゃあ。フェリッパーいたね。フェリッパーは前から映ってたか。なんか新しいのいないかな。ガッツやめてくれ、マジで。あ、ネッコアラだ。今の何？これ何？何これ？エルレイドみたいな。順電かな？なんかあれだね、コライドンとミライドンに似てたから、まさかフォルムチェンジじゃないよな。おぉ。ちょっと、進化系出ないじゃないですか。これで全部か。こういう、これ何？でもなんか明らかにミライドン、コライドンに、やばい、くしゃみ出そう。由来してる感じあるよね。これなんか壺っぽい形だしさ、赤と黄色がベースだから、なんか古来というか、土器みたいな感覚かな。で、これは明らかになんかね、そういう美術してたし。これね、フォルムチェンジじゃないよな。順伝かな。学校のやんちゃな生徒に立ち向かう。なるほどね。今回露骨な悪党というか、同じ学校の中のドキュンなんだ。敵は。トラブルメーカー。じゃあ、こっちに入りたいな。スター団に入るルートないの？ね、現実では、ちっちゃな頃から優等生だから。うっせうっせうっせわだから。やっぱね、ゲームの中でくらい、もうこの人、メロコさんの元で働きたいんですが。こいつは、ちょっとガタイ良すぎだよな、でも。ビジュアルすごいいいんだよ。モロ系ですげえ人気出そうなんだけど、ちょっとガタイいいよな。そこも魅力なのか。虫ポケ。まあ、あれだね。サンムーン。なんかパッと見の感じはサンムーンっぽさありつつ、中身のシステム的にはレジアルが結構影響を与えてそうな感じですね。てか、この人委員長なんだ。ジムリーダーの一人だと思って見てたわ。
ローズ委員長ろくなやつじゃなかったから暗いイメージから始まりますけど。で、まあ、テラスタルがあるから、でもこのタイプチェンジするやつがあるから、別に草タイプのジムリーダーだからって草タイプしか使わないわけじゃないんだ。こいつらだよなコケコワクっぽいな。なんかロックマンの敵とかにいそう。ロックマンにわかだけど、いいっすね。なんかキャラデザうっすら違和感あるけど、まあまあ全然受け入れられるな。グレン・アルマ・ソーブ・レイズ、火の戦士ポケモン、かっこいい。もらい火 1.5m。 これあれだな、画面のサイズが惜しいな。鎧はエスパーエネルギーの塊。え、エスパー炎タイプ。エスパー炎って誰がいたっけ、ちょっと思い当たらん。身につけてる鎧は多くの武道を立てた戦士の鎧であり、グレン・アルマが扱うエスパータイプの技のエネルギーの源です。また体内の炎エネルギーを鎧のエスパー能力で操り技を繰り出します。かっこいい。正々堂々と戦うことが信条。グレン・アルマは正々堂々と戦うことが信条で、強敵相手でも真正面から戦いを挑みます。強固な鎧で防御を固め、火力の高い技で倒す戦い方が得意です。 S 遅そうだな、若干。 AB 高めで S 遅めみたいな。お、覚える技、アーマーキャノン。自らの鎧を燃えたぎる弾として打ち出す炎タイプの特殊技。特殊なんだ。左右の片手を腕先に移動させ、腕全体を大砲のように変化させます。グレン・アルマの技の中でも非常に強力ですが、威力と引き換えに防御と特防が下がります。ああ、なるほどね。ソーブレイズ、火の剣士ポケモン。あ、どっちも火なんだ。火の戦士と火の剣士、炎ゴーストで、こっちがバイオレットね。炎の体験で生命エネルギーを吸い取る。ソーブレイズは怨念の染みついた古い鎧を身にまとい、炎とゴーストのエネルギーでできた剣を持っています。戦いになると火力が上がり体験に変わります。この体験で切られると生命エネルギーが流出してしまう傷を負います。やば。個人的には好き。ポケモンっぽいかと言われるとちょっと違う感じするけど、まあエルレイドが通ってるしまあ大丈夫だろ。戦いには手段を選ばない性格。ああ、かっこいいな。騙し討ち、闇討ちなど戦いに勝つためには何でもやる性分です。接近戦を好み、素早い動きで相手の視覚を利用して間合いを詰め体験で切りつけます。やば。設定だけ聞くとこっちが好きだなこれ紫の炎、男の子全員好きでしょ。崖ガニ、待ち伏せポケモン。どいつもこいつもなんかろくな手段取ってこねえな待ち伏せだの、闇討ちだの、怒りの甲羅、何それ。殴られたらなんか映画上がるみたいな。視覚なしの回転する環境こいつ視覚をつく、ほこたてが発生してる。すでに視覚を利用して間合いを詰めるポケモン VS 視覚なしの回転する眼球。これ戦わせたいですね。飛び出してる目玉をぐるりと回転させ視覚なく見落とすことができます。真上から獲物に襲いかかれるように逆さまになって、断崖にへばりついています。しかし頭に血が昇って目を回してしまうので長くは待てますかわいい。いや、これちょっとなー、これ毛がちょっとキモいんだよな毛がな。でもこれがなかったらただのカニだもんな。強さと器用さを持ち合わせたハサミ。崖ガニのハサミは挟む力が強く、獲物を挟んだらなかなか、獲物を掴んだらなかなか離しません。片方のハサミで相手を使い、もう片方で相手の守りを崩して急所をつけます。ハサミは戦いなどで破れてもしばらくすると再生されます。あ、カニらしい。パルディアの一部ではそれが貴重な食材とされてますあ、食えるタイプだ。あ、新特性、怒りの甲羅は本作から登場する新しい特性。崖ガニの HP が半分になると怒りで防御と特防が下がる代わりに攻撃特攻と素早さが上がります。あー、なるほど。なんか簡易版のあれみたいだね、殻を破るみたいな。待って、特性の表示良くないこれ。特性が出てくるとともにここにグラフィックが出てる。いいなね、一発芸できそうでいい。でも元の素早さ低そうだな。でもあんまり元の素早さ高いカニポケモンだと今度ハサミギロチンできちゃうから高速のハサミギロチンできちゃうからな。いや、楽しみじゃん。
それでは公式から提供された情報量が少ないからちょっと配信も短いけど、私は今から明治エッセルスーパーカップキャラメルチョコチップアイスを食べながら今のアーカイブをちょろっと編集して動画にして出そうかな。それでは皆の衆さようなら。